はい、大です。今回はスタイリッシュな取り回しのやり方について説明したいと思います。ピューンポン。スタイリッシュな取り回し。サイドスタンドを軸にバイクを体に引きつけてリアタイヤを浮かせます。その状態でフロントタイヤが浮くように引っ張るとサイドスタンドを軸としてくるっと回転させることができます。素早くやってみよう。別の角度から。反対回り。最後に。はい、取り回しの時にこんな技をちょくちょく挟むと、まあ、おこいつやるなって思われるかもしれません。まあ、車種によってはサイドスタンドの位置とか重さでやりにくかったり、まあ、そもそもできないようなやつとかもあるかもしれないんですけど、まあ、自分のバイクはどんな感じなのかっていうのを、まあ、チャレンジして試してみるのもいいかもしれません。これからもバイクにまつわる情報をどんどん発信していきますので、皆さんチャンネル登録お願いします。